はいどうも、トラジローです。今回ですね、戦闘初心者の方へ敵の詠唱確認をしようということで解説していきたいと思います。サムネにもあった通り、詠唱を制する者は戦闘を制すということで、これ過去に自分も敵の詠唱を全く確認してなかった、この詠唱を確認するようになってから戦闘に対しての理解度が深まってより楽しく遊べるようになったということで、ちなみにこの敵の詠唱を確認するかどうかで、このプレイヤースキルに大きな違いが出てきて、さらにこれは全ジョブ必須科目です。なぜなら技の前兆を知ることができて前もってギミックに対応できるからです。はい、まずはね、実際に見てみましょう。雑魚でもそうなんですけども、こういった蛮神戦などのボス戦でも必ず詠唱っていうのをしてきます。はい、ではこの詠唱バーンの設定方法なんですけども、初期設定の方は画面のどこかにね、表示されてて、ちょっとね最初は見づらいかもしれません。なので自分で見やすいように HUD 設定、メニューのこちら HUD レイアウト設定、これを選んでもらって、このように設定ができます。ここではね、基本的にその画面内に表示されるものを自分の好みに、表示させたり表示オフにしたり、好きな配置にすることができます。で、この中にターゲット情報キャストバーというのがあります。これが敵が詠唱したときに表示されるバーのことです。自分の場合ですとこのような、はい、とこに、位置してて、敵の HP があるんですけど、敵の HP の真上に表示するようにしてます。すぐ確認できるように。で、このターゲット情報キャストバー、この右側に個別 HUD 設定というのがあるので、これを選択してもらうと、これね、ちょっと細かい設定がいろいろできるんですけども、基本的には HP バーとキャストバーとバフデバフバーとかあるんですけども、これをね分けて表示するかっていうのを選べます。で、自分はこういう風に分けてて、 HP は HP で表示する、キャストバーはキャストバーで表示すると。で、このキャストバーの大きさをねちょっと基本より大きめにしてます。 180% とかなり大きめです。これなんでかというと、僕テレビでやってて、離れて画面を見てるんで、これがね小さいと全然見えないんですよね。だからこういう風に 180% も今でやったら 200% でもいいかもしれません。これを設定して、敵の詠唱と技名を見やすくすると。で、この時必ず一緒に技名が表示されるので、後半の極コンテンツとか、ある程度ね難しいコンテンツになると同じような技をね、何度か使ってくるボスもいるんで、それを覚えるためにもこれを覚える必要があると。で、この詠唱を確認するか確認 しないかでこの後の行動が大きく変わります。例えば先ほども見てもらった通り、詠唱が極端に短いパターンというのがあります。で、さっきのようにこう短いと、そのバーの進む速度でどれぐらいのタイミングで動いたらいいのかっていうのが分かります。だからこうパッと見て、詠唱がね早かったらやばいと思ってすぐに動けるというふうに対応できるんですけど、これを見てないと床に何か表示されたから、避けようっていうのでもいいんですけども、ただ床のギミックで見えない時があるんで、基本的には詠唱を優先して見るようにした方が事故率は減るのかなと思います。このように詠唱を設定して戦闘をねより快適に楽しむようにしてもらえたらと思います。それでは今回以上になります。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。